どうも、ネクラです。今回も新作ロールバーン買ってきました。今回入れたのがね、エヴァのロールバーンが3種類入れたんだけど、緊急事態宣言がギリで出てしまったので、どうなることかと思ったんだけど、映画館はまだやってたので、買いました。結構在庫数もあって余裕で買えるんじゃないかなと思います。まあ、さささっと見ていこう。 でね、私、絵は個人的には苦い思い出があって、一冊ずつしか記念で買ってきてないって感じですね。金箔押し、金リング、コンバンド。結構反射しやすそうな黒ですね。エヴァのロゴと、表記がこんな感じ。K ラって書いてありますね。で、裏面。そう、今回なんかすごいビニールがくしゃくしゃってなってて、 シールは普通にデルフォニックス側っぽいね、でも。結構袋が、シワが寄りすぎているものが多かったので、買うときは、袋の状態も気にする人は見た方がいいんじゃないかと思います。全部金白押し、金リング、コンバンドですね。可愛い一1号機。<laughs> 初号機ですね。初号機とタグがこんな感じ。で、ラスト。 エンディング、コンバンド、同じ感じで。よいしょ。二号機ですね。って感じです。私初号機のこれがどの位置なのかわかんないんだよね。初号機のどこだろう <laughs> ピントが全然合ってなかった。わかんないな。っ <laughs> て感じ。とりあえず、このロゴのやつを開けてみようかなと思います。 結構900点ぐらいで。まあ最近のロールバーンにしては普通だけど、ノートにしてはやっぱ高いんじゃないかなって感じ。うん。<laughs> 中身はないですね。普通のロールバーンです。普通ですね。そう、一回ね、ポケットに柄がついてるときがあって、これはないんだけど、ポケットにマークがついてるときがあってね。 <laughs> それも今度紹介します。じゃあしまいます。よし。じゃあ今回の動画はこんな感じ。3冊無事に購入することができました。気になる人はね、まだ全然買えるので、早めに行くのをおすすめします。で、今回、この場所は言えないんだけど、この映画館に寄るついでに、買いたい文房具があったので、でかい文房具屋さんに行ったんですけど、 本当にひどい状態の売り場になっていて、全然在庫がないっていうか。いや、写真撮ってくればよかったな。あんなにすごいことになってる売り場初めて見た。何種類もあるボールペンの中の数本が、数本が欲しかっただけなんだけど、全然なくて、ちょっと駅をね、電車で移動して、ちょうどツイッターで呟いてたところに行ったら買えたので、それも一緒に紹介します。 ちょっとね、場所はちょっと言えないんだけど、あまりにも個人的すぎるお店だったので、どこで買ったかはお教えできないんですけど、買ったものを紹介していこうと思います。まず、その映画館の近くで売り切れてて買えなかったのが、この、ラッキー、なんだっけな <laughs> ラッキーマークじゃなくて、デザインじゃなくて、<laughs> なんだっけラッキーモチーフ。 ラッキーモチーフっていうボールペンがあって、えー、っと、アクロボールとジュースアップなんだけど、アクロボールの方がこんな感じで、ワンポイント星のマークがついてるものと、私は月のマークのものを選びました。まあ単純にラッキーモチーフというよりは月と星が好きだから買ってきたって感じですね。で、ジュースアップも星のモチーフのものと、 月のモチーフのものを買ってきましたで。私が行った最初の文房具屋では、月と星がね、もう全滅。次に天ム虫が人気かなぐらい。いやー、買えない。<laughs> 買えなくて。でもここがちょうどね、ツイッターで入荷しましたっていうのをツイートしてて、行ったら全然あってよかった。こんな感じでちっちゃいおまけみたいなものももらえて、どんな意味があるのか、ボールペンにね。っていうのも全部書いてあります。 月が成長ですね。星が夢希望。まあ私はそこのところはあまり気にせず <laughs>。欲しいので買ってきたって感じですね。ずっと気になってたのに、まさかそんなすぐ売り切れちゃうものだとは思ってなくて。あとは、すごいボロボロのセロテープが売ってて、これ最後の一個だし多分すごい前に発売されたんじゃないかな。ボロボロ具合が。これ可愛いなと思って買ってきました。 開けちゃうか <laughs> 開けちゃおう。かわいい。<laughs> こんな感じ。かわいい。テープカッターですね、普通の。めちゃくちゃかわいい。プラ感がいいですね。これは普通に家に飾ろうと思って買いました。テープカッター。いやー、すごいかわいい。<laughs> 大事にします。 ここがゾウさんって書いてあるってことはもしかして違う動物もいたのかなどうなんだろうか。いやー、可愛くて良き。<laughs> で、値札を剥がさないと、やばいな。<laughs> 店の場所がバレちゃう。ちなみにゾウのやつは320円ですね。なんかね、ここの文房具屋がすごいこだわりがあるって感じで、 普通のノーマルの文房具がないけど、それの色違い、柄違い、形違いは置いてるって感じでした。例えば物消しとかだと、あのノーマルな黒、白、青のしましまみたいな柄じゃなくて、色違いとか形違いとかはいっぱいあるって感じ。ちょっと文具女子博で買ったのりテープのりとかも限定柄があるけど、普通の柄はないよって感じでした。で、あと買ったのが最近話題になってる3 レーザーなんて読むの <laughs> これは、なんて読むんだっけクリアレーザーみたいな名前だったよレーダーだ。太陽のレーダー。サンレーダー。<laughs> 買ってきました。これは太陽で色が変わる消しゴムなんだけど、使う用じゃなく消しゴムのコレクションとして買ってみました。UV ライトを当てると色が変わると思います。変わる あ結構変わってる伝えづらい <laughs> 一個一個一個ピンクなんですけど今ちょっと色変わっちゃったね日陰に置いとくと戻るみたいあの結構前に紹介したなんだっけフェラムネの色が変わるやつと同じものなんじゃないかと思いますピンクが紫に変わります 青は、緑に。わかりづらいね、結構青。長めに照射した方がいいかな。<laughs> 緑に変わります。で、緑が、青に変わります。結構濃い色に変わる方がわかりやすいかもね。青だけ、緑に色が変わるのは、 色が薄くなるって感じだから、ちょいわかりづらいかも。まあでも全部可愛いので、買ってきました。でね、ここのお店他にも欲しいものがたくさんあって、すごい穴場な場所だったので、また買い物しに行くんじゃないかと思います。すごい良い,い,い文房具屋を見つけました。今回の動画はこんな感じ。結構この後忙しい日が私は続くので、頑張って動画を出せるように、 していこうと思います。バイバイ。<laughs> ついでに紹介したいのがあった。今回買ってきたラッキーモチーフのボールペンはパイロットのものなんですけど、他のメーカーペンテルさんも今こういう、これはラッキーモチーフなのかな花言葉みたいなのとか、猫の柄とかそういうボールペンも出してて、私は近所でこれを買いました。<laughs> お花の方も可愛い。こんな感じ。 ただこれだけ言いたくて <laughs>。気に入ってて。最近ボールペン結構仕事で出歩くことが増えてきたので持ち歩くようにしてて。まあその日の気分で好きなのを使っていこうと思います。私が今回売り切れてたお店ではこの柄も売り切れてました。多分人気な柄だけがすぐ売り切れちゃう店舗なんじゃないかな。そこがちょうど主要駅で売り切りやすかったんだと思います。結構 近所の文房具屋とかは置いてたりするので気になる方は行ってみてください。バイバイ。